この前パパと二人だけだったんです。すごい気持ちいい。あそこめっちゃいい感じ。なんで朝日が向こうから出てるのか意味が分かんない。あっちじゃないのって感じ。だってこっちが西ですもん。こっちが東だもん。今日西に向かってきたんですよ、大阪から。あ、でもちょっとここ撮りたいかも。ちょっと撮っていいですか。あ、本当。何逆光やね。これ何って？皇帝ダリア。こんなごっついの？ごっついですよこれね。まだ高くなるもんね。竹みたいなね。だからこんだけ。気持ちいいもんやね。分かってるんだけどね。分かってるんだけどね。あそこも登ってる、登ってはる。え？登ってはる。ちょっと登ってはる。あそこ。あれ登るの私ら。うん。あれ登るの？うん。すごい。結構。結構やな。見て。ほらほらほら。な、転がったら落ちてきそうよ。いや、転がったらあかんで。こないだみたい。こないだ止まったけど、多分転がる。分かった。道連れにします。誰よ、ね、中田さん止めやな、ガッて止めやな。すごいな、あえて残られるかわいいね、あやちゃん、うん、話聞いててもなんか、なんとなくわかるわ。でも私、イメージしかないんやけどな。うん、あやちゃんはでも芯が強いって感じよ。あ、芯はね、芯強いよ。私ね、こう見えて言わないかんって言われたんで、なんかダメな感じでしょ。え、本当にそうなのよ。肝心なこと言わんねん。しょうもないことしか言わんねん。しょうもないシャドウで。あ、綺麗。お願いします。ちょっとこれ見て、綺麗よ。あ、いいね。ちょっと感情を感じるとは、どこがな、このもみじかわいい、ね、ちょっとだけさ、私これさ、お釣りできたから永田さんちょっとめっちゃある、うん、ってなんか本当一瞬転がってきそうな感じよね。転がってきそうよね、こっちね。ゆっくりの頃ね、ゆっくりの頃ね、先走ってていいからね。走りやすい。先走ってていいよ。すごいな、これはちょっと感動やな。このめっちゃいい色やな。ありがたいね、なんか。もうなんかあれやね。ここって初めて来たんですか？私初めて。初めて。オノアルプスな。オノアルプスも面白い。面白い。大変やけど。大変な。アルプスやからな、やっぱ登ったり降りたりが。でも最後のベニヤマっていうのがすごくて。
ちはどっちかというとお寺の方に、うん、なんかまあまあ、ね、まあ昔、うん、でここが行くわけ？こっから。もうさお腹空いてるんやけどさ、さっきおにぎりしか食べてないもんね。あのあそこそこになっちゃん土地ね、あのそのあの登ったとこにな、登るってか登る手前に展望台みたいなとこが下にあんねん。そこでとりあえず行った。そこまで頑張って歩いて、えおにぎり1個食べたよな、もう一つなんか食べたよな。おにぎりしか食べてない。朝は家でパン食べてきたけどね。おにぎりし卵と、あ卵も食べたわ。あパン食べてきた。食べてきたよ。あんたはねすぐ食べなあかん。もうなんか すごいすごいな。起きてくるなかなか食べられへんわ。私お腹が空いて起きる感じだ。お腹とトイレで起きるみたいな。いい環境よ。もうこれ今が始まったでしょ、さっきね。いけるかな。手を使ってみここで食べて。ほんまや。
ずーっと行って、あの向こうがこれはまた尾根一つ登る道なんですよ。もうあの向こう見てでしょ、あそこに山、あっちを抜けていく感じ。ちょっと高見君が上上がらんと今は見えてないんですけど、まあ、ちょっと整えて。でもあそこ良かったですよ。一回行ってきてください。うん、行きたいんですよ。山小屋泊まってるよ。山小屋、天泊しました。天泊？天泊して。あ、天泊の時ってやっぱ気になってるのはトイレ事情なんですけど、どうするんですか？トイレは山小屋の。山小屋の借りれるんですか？借りれるんですよ。あの天泊台に入ってるから。もう荷物がめっちゃ重たいんじゃないですか？私は、ね、山小屋派なんです。あでもあの妹たちがテント、金がないからテント泊。あでもテントが高いけどね、最初でもテント泊がいるとね、食料が持たなかったんで、うんですよね、うん、そっちね、そっちね、そっち、今や岩やいいね、岩やこんな岩はさ、楽しいやこれをみんなさっき登ってたの見たんだね。ね。暑いね。今日はね、下に見てたらさ、外がすっごいあるように見えてくると、登ってたら意外と、ね、登りやすい。オノアルプスのベニヤマの方がもうちょっと、すごい、うん。こんなんですわ、岩は。山よりはきついな。どっこんで、うん、あ、それはこのよりかは、うん、でもここだけですから、うん、ここ登ったらもう稜線になるから、うん、最初に一気に登ってしまうから、うん、そんなこの頃ステーキなしできるようになったんですよ。ちょっと降りるときは使ってる。ゆっくりで、うん、ゆっくりですよ、ゆっくり。大丈夫だよ。
グラウンドやね。ちょっとです、はい、そう思ったら、そう思ったら、はい、違うと思ったら、うん、やっぱり形だけのことあるわ、形かける3ぐらいになる、いいよね、本当いい、あの見通しが効くから、うん、いいよね、そうそう、どこまで登るんかいがないから、この前さ、剣山登った時もさ、見通しがよかった、綺麗だな、綺麗だったね、あそこ綺麗だったわ、あれもなんか一泊してもうちょっとあそこまで行きたい気分、うん、どっちでもいいです、よいしょ、左側が正解かもしれない、よいしょ、でも瀬戸内海見えてるやん、海、あ、いいよね、うん、ほんまだ、海、小豆島ちゃうかな、そこ、小豆島、あっち、うん、あれは多分島やもんね、多分、うん、そう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 、で多分よう見えたら淡路島が左側の見えるはずやねんけど、ちょっと霞んでて、明石海峡も見えへんな、これもな、天気のいいとき赤潮橋見えるもんな、あ、見えるもんな、こんなに抜くいと思わんかった、今日が、うん、どっかで脱ぎたい、ね、脱ぐならもうここ一旦、もう一つあそこがてっぺんあそこになるけど、もうそこの岩場で置いてあれしたらどうですか、うん、私たちがカバーした、いや、私ねこの前さ、あそこでゴンザレス帰る人に、これ一つピークでした。でも、あの、私山の行っていいの？はい、いいよいいよ。山の大地がね、カラマツだけだったんですよ、冬の。うん、thank you.
そうやね。太陽と重なってる。暑い。暑いね。この間の転げ方は多分下まで行ってる。上の木を持ってください。届かんか。届かんかったか。
そうなら左から来てください。まあ階段というか坂にもなってるからいいと思うんですけど、こっちが怖くなかった。ここも降りだから降りれるんやけど、まあ尾根道尾根道どっからでも上がってくれるんですけど、またこれもすごいっていう、ね、これ降りんのがまずそこまでストーンと降りなあかんし、そう、だからここはここで面白いコースなんですけどね。大丈夫？ちょっと後ろ来てるから。
ってもらおうか。線じゃないです。十的は線とは言わんな。ちょっと待ってや。あの大学の子たちがあるよね。アンゲル部？うん、あのアルバイトしてるところが山登る子が多くて。で、うん、きれい。行くなら何月ぐらい？七月？私は御嶽行った。富士山、富士山行くだったら。山開きちょっとしてからやな、うん、早めにすごいよ、もうね、あの勤務調整してこの後 のみんなあのご来光が見えなかったなんやかんやってからね、うん、話がずっと飛び交ってる時やって月始めじゃない方がいいな、うんね、休暇にしなかった。でも平日に行くんでしょ。違うの、平日は土日。孫の加減やな、孫の加減やな。平日の方だよな。平日で何連休？一泊やわ。一泊でいいの？一泊でしょ。あのツアーやったら一泊やわ。うん、あだったら全然平日でも取れるわ、取ろう思ったら。こんにちは。こんにちは。計画を立てなくて、なんかあれやったら計画立てるとかね。うん。そうだね。大きいからね。そりゃそうだ。あと誰が建てる人いないかなと思って。だって中田さんはなんか知り合いのとこ泊まってるもんね。知り合いじゃないよ別に。俺があの緊急で泊まったとこあるとこへもう一回泊まっただけで。そのルートも多分吉田ルートやと思うねんな、皆さん言ってんのは。うん、俺は富士宮ルートやから。御殿場は無理やわ。吉田が普通やから。あ、そうや、箱根キャタやもんな、うん、どうしよう、どうしよう、いいね、富士山の近くに住んでる人っていいね、いつも富士山、思わないの思わないの。やったらどこで登るんやろう、中道で登るんやろうか、裏道かな、どっちかなとか言う。中道ってあの有名なあれがあるの？キレとか。あのこの間、徳永さんが。あ、私のほうあれじゃないの。この時が一番多分、最近では面白いな。
術した後ようなったね。ちょっとあそこから降りてきました。うん。後ろ。すごい。頑張った。ねえ。頑張った。あ、なんかこの松かわいい。なんか見て、下だけ紅葉してさ。あれ、かわいいね。なんかすごい綺麗に剪定したみたいに。じゃあ、おはようございます。こんにちは。これもなん、これはだんだん下から上へ紅葉していくんやな、これ、うん、なあ、そうやな、そういうことやな、うん、お前もうコンゼもかわいいね、うん、あーかわいいね、ホーリーって感じやねこれね、うん、かわいい、夏ぼっくりもあるよ、かわいい、この前はね、今日さハウスに行きたいと、いいね、あの頂上まで行くんでしょ、thank you.
すごいね。この人だったら私が先会ってきてもね。可愛らしいお尻が見えてます。